日本のどこかのそのまたどこか、下町情緒あふれるここベランメ町に、ってあれ、ここはどこ、何故に江戸時代、とにかくあれっと、おうみんな、田村源、大工の源さんと俺の勝手、今日も燃えて大爆発だぜ。どんなもんでい、花の江戸の源さんでい、てへんで火事で火事で、どいたどいた、一番の問いはわてらでいただくんや。説明するのだ。時は江戸時代、その当時の火消しは町の鳶や大工で組織されていたのだ。力強く振るう一番まといは手柄の証。そしてこのまとい餅は火消しの花形として、町民たちの憧れの的だったのだ。あー、しもた、また先を越されたか、源の野郎。おや、これはこれは黒木の、一体今頃何しに来たんじゃ。のろまのすることはもうないって。はははは、悔しい。くそ、こうなったら。よう、源さん、ゆうべも大活躍だったそうじゃないか。田村組さえいればこの町は安心だね。よせ、火消しの出番なんざないに越したことはねえ。おい、みんなも火の元には十分注意してくれよ。ああ、わかってるって。お、行ってるそばから行くぜ、まといちゃん。へやでい、一番まといはこの俺様がもらった。あっ、よっしゃっ。あ、わ、そして次の日、急げ。なんだとは。今頃ご到着でっか。どういうこって、さらに別の日がポン。あら、やった、へっ、遅いぜ。またか。なぜかそれ以来、黒木組に先を越されてばかりの源さんたちなのだった。くそ、どうしてこうも黒木組ばかり、まるであらかじめ火の出る場所を知って先回りしているようじゃ。なんだか怪しいわね。勝った勝った、俺は源に勝ったぞ。俺だって負けてられるか。やれるもんならやってみやがれ。どいてどいて、危ねえぜ。そんなこんなで数日が経ったある日、ここは兵助のお屋敷なのだ。一番まといか、あいつらが羨ましいね。当時、まとい餅になれるのは男に限られていたのだった。密かにまとい餅に憧れるおみかだったのだぽん。しかしこうもうまくいくとはな。あ？ぼちぼちとどめの大仕事といきまよか。今晩は近所の古うなった蔵に火をつけるさかい、いつも通り団たちに知らせといてや。あのアホ、何も知らんとまた喜んでまといを振るやろて。手柄を立てるため自ら細工するとは、どんなも悪でんな。おかげでお上の間でもうちらの評判はうなぎ登りや。所詮この世は結果が全てやからな。なんだと。え、今の話は本当か。なんや、聞いとったんかい。だったらどないした。そんなの、火消しの風上にも置けないってんだ。そんな悪事はこのあたいが許しゃしないよ。わてに立てつく気かいな。しゃあない、虎之助、ここは任せたで。へい、
聞かれたらしゃあないな。悪い思わんといてや、かっ飛ばせ。その一角に火の手が上がる。まさか。それ、今日で一番まといをいただくのじゃ。そうはさせへんね。なに？念には念を入れへんとな。悪いがお前らにはここでわてらの活躍を見ててもらうで。やってまい！ダメぞ、カロモク！リンさん！一番まといは俺様のもんだ！落ちる！って何やったんだ！うわー、こりゃえらいこっちゃね。わての屋敷まで燃えてしまう。誰か助けて。こりゃまずいぞ。待ってろよ、今行くぜ。ケンさん、誰、まといが逃げられない。何だと。そんなどうするの。詳しい話は後だ。ここはあたいに任せときな。おめえ、ケンさん、反転で。何？俺たちの反転をミカに。急げ。ゲンノジ、よし行くぜ。それ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 。ほう、これはおなごのまといもなかなかどうしていなせじゃの。そうだな、みんな三日に続け。おい、あやめてやめて、わての屋敷が。これも自業自得だね。それこの後、黒木組はこれまでの悪事がバレて火消しのお役御免となるのであった。そしてやっぱりデイクはこれでなきゃ。火消しより焼けた家を建て直す方が性に合ってるってもんだぜ。なあ、ね、ああそうだね。もうケンさんってば。負けてたまるか。今日もお江戸は日本晴れだぜ。これにて一件落着。そのまたどこか下町情緒あふれるここベランベ町に、町のみんなの人気者、粋でいなせな一人の大工がいた。その名は、あらよった。あ、みんな、田村源三、大工の源さんだ。俺の勝った。今日も燃えて大爆発だぜ。モンデイ、行くぜ。ケンさん、うわ、全回転なんてね。あら、え、
この店の寿司とかけまして、寂れたパチンコ店とときます。その心は？たまーにしか当たりません。バカ野郎、人聞きの悪いこと言うんじゃねえ。それじゃあ現行の大工の腕とかけて、よく回るパチンコ台とときます。その心は？ただいま。あ、心は何？出前ご苦労様。ねえ、今うちの前を通ったんだけど、変な人が中を覗いてたの。うちを変な人が？ストーカーとかいうやつか？そういうんじゃなくて。何にしても物騒じゃな。隣町でも泥棒に入られた家が何軒かあったそうじゃし。あれ、どっかで見たような。誰だったかな。あ、この人よ。何？その泥棒、霧島の家に狙いをつけたのかもしれんな。警察に行ってパトロールを増やしてもらうか。それだけじゃ心もとないな。ゲンさん、私怖い。よいしょ、俺がその泥棒と捕まえてやるぜ。へえ、それであんなの立てることにしたの。名付けて泥棒ホイホイって言ってたけど、あんなので本当に捕まえられるのかしら。あ、これがその設計図？うんうん。どう？なるほどなるほど。あら？ここはこうした方がいいと思わない？そんな設計図に書いちゃっていいの？だって、面白そうじゃない？それなら、こっちもこうじゃない？それ採用。だったらこっちもこうした方が可愛いわよね。メラ、ここもこうしてたりして。それはダメでしょ。でもでも、ここがこうなるから。出口はどうする？そうね。あそこの財布は、あら、こここんなんだっけ。いやいや、昨夜何度もチェックしたんで、間違いがあるわけね。さて、仕上げちまうか。ふいって、ふいって、ふいって。で、ゲンさんの泥棒ホイホイもどうにか完成となったのだ。全員ネタみてえだな。空襲でも来そうじゃな。泥棒に気づかれないようにしないとね。今日は徹夜で泥棒退治よ。待ってる間、トランプしてましょう。寝込んだ人たちに気づかれないようにお宝をいただく。この犬吉様の技は芸術。なんじゃこりゃ。なあ、どこ行くつもりで。だが行けて。こちとらがせっかくおめえのために作った泥棒ホイホイ、それを目にして逃げ出そうなんて、なんて野暮な野郎で。と言われましても。いいから、ちょっと覗いていきな。そんな怪しげなもんに、なんで俺が。いいから、減ってんだベラボンめ。そんな理不尽なことが通るとでも。無理が通ればどれが捕まってんでい。お、あっさりノーマルで揃ったよ。ねえ、あら、痛い。あんな野郎、なんで俺まで一緒に落っこちなきゃならねえんだ。知るか、押し込んだらおめえじゃねえかよ。え、そうだっけ。心外だな。善良な一般市民の僕が泥棒だなんて。善良な一般市民？どこをどう見てもこれ以上ないってこと、泥棒じゃねえか。人のファッションセンスにケチつけないでくれる。はん、これ以上かまってられるか。ん、いやー、この子当たらないもんだぞ。当たってたまるか。うら、下手なとこ踏んとスイッチが減るぜ。どんな、いや、この状況とかけまして、ハマってるパチンコ台で粘る客とときます。その心は。そのうち必ず当たるでしょう。ちげえねえ。
どうすんだよこれ。まあ待て、俺の設計じゃ赤いパネルを踏んでいけば安全に移動できるはず。バラバラに動いて別のパネルを踏むといけねえ。一緒に飛ぶぞ。赤だな。はあ、っとよし、どうなってんだ。ゲンさん遅いわね。様子見に来るって言ってたのにね。はい、ハートの4。じゃあハートの3。バス1。それにしてもゲンさん遅いね。やっとここまで来たぜ。やっぱりね、誰かが俺の設計を変えちまったんだ。しかも安全地帯なんざありゃしねえ。この設計図を書いたやつはド S に違いない。次はカンナの番ドエース。でもパス3。あれが出口か。ご丁寧にギロチン付きのな。一つは当たりで一つは外れってことか。両方外れってこともあるぜ。これを考えたやつは絶対にド S だ。今度は上がりのバンドエース。でもパス2。お前たち、さっきからハート以外の6と8止めてるじゃろ。お姉ちゃんじゃないの。あがりちゃんでしょ。でもそういうルールだしね。負けた。俺は右だ。俺は左に行く。俺がやられたらゲンは立派に戦ったと家族に伝えてくれ。引き受けた。だが死ぬなよ。てめえもな。外で会おうぜ。この状況とかけましてパチンコ店で残り1000円取っときます。その心はビビるな。すぐ取れ。泥棒来てるかな。ホイホイに入ってるといいね。ゲンさんどうしちゃったのかな。遅いわね。そのまたどこか下町情緒あふれるここベランベ町に町のみんなの人気者、生きていなせな一人の大工がいた。その名はあらよっと。あみんな、田村源三、大工の源さんだ。俺の勝った。今日も燃えて大爆発だぜ。モンデイ行くぜ。ゲンさん、いいねえ、ベランメ山。俺も親方大人として鼻が高いと思うんだいね、親方。悪いな、ゲンさん、面倒頼んじまって。大事な場所前なのにぎっくり腰になるなんて。気にすんな。困った時はお互い様で。どっせい。でこわす。もういっちょ。親方代理がじきじきに稽古つけてやるぜ。ツン。でも。でこわす。強い強いぜ、ベラム山。ガッチャンでゴース。こいつは来場所が楽しみだぜ。満員御礼で迎えた初日も幕内へと進んでいます。取組はここまで着実に番付を上げ新入幕を果たしたベラム山。へっ、
対するは技の100円ショップと異名を取る豆の皮。さあ時間いっぱいです。こいつは勝ちは決まりだな。お安い技じゃベランメ山の力はいなせないぜ。ベランメ山の勝利を祝して乾杯。ベランメ山頑張れ。見合って見合って、発狂い残った。豆の皮。ベランメ山が負けた。そんなバカな。まだ白星つかずか。相撲は心技体、あいつは技と体は申し分ないが心は弱くてな。人前だと緊張して本来の力が出ないってやつか。ああ、お客さんの少ない幕下まではよかったが、幕内となりゃ満員で当たり前だからな。落ち込んでてもしょうがねえだろ。そりゃそうだけど、ベランメ山はこの部屋初めての幕内力士、町の宝だ。すごい力持ち。みんなで何とかしてやろうぜ。やろう。ポーンでもって。うわー、だだめだめ。興奮して弱気なんて吹っ飛ぶだろ。ふれふれ、おいかわりしじゃなかったよ。ダメか。おめえのためにこさえてやったぜ。こっから飛び降りれりゃ弱気なんざ消し飛ぶってわんや。無理。弱気が消し飛ぶ前に命が消えそうでこわす。効果なしか。源さんも源六も勘違いしやがって。やっぱり興味が持てることの方がいいよな。いらっしゃい。女の子が相手だったら強気も出せるってもんだ。ガッチャンです。ダメだこりゃ。面目中でごわす。気を落とすね。まだ明日があるじゃねえか。横綱、今場所も絶好調ですね。全勝優勝は決まりだな。なんせ明日の千秋楽は、お、あそこにいる弱気王子のベランメ山だからな。あう、聞き捨てならねえな。お前は大理親方の源さんで。おらおらおら、戦う前から勝利宣言だ。大したもんだぜ。波の心臓のベランメ山に俺様が負けるわけがねえ。ベランメ山をバカにするってことは俺たちをバカにすることと同じだぜ。だからどうした。あのね、お、ベランメ山は強いんだよ。街中で応援してんだぜ。あんな弱虫でなく俺を応援しな。やだ。ベランメ山は弱虫じゃないもん。そうか。うわぁ、なぜしゃがんで。飲みにぶら下がる金魚の糞がギャーギャーまびくで。あの、皆さんちょっと、力士が飲みならそいつを応援してるやつら飲み以下だな。みんな源さん、くそ、豚の化石な。力士が飲みならそいつを応援してるやつらは飲み以下だな。おいよ、バカにすなよか。じゃどん、源さんたちをバカにしたのは犬さんでごわす。千秋楽結びの一番、全勝優勝を狙う横綱豚の皮。残った。出せ。その名前を知らせ。おいしい。踏ん張れベランメ山。
さすが予告だ。わぜ強かでごわすだ。うわぁぴぇうりゃぁやつの後ろに町のやつだが。お、俺は町の団結パワーに負けるというのか。うわぁベランミー山勝ったやったねいいぞベランミー山大金星だい、うん、勝ったのはベランミー山大番狂わせですよくやったぞよくやったベランミー山一勝14敗か来場所こそ頑張れよ一勝14敗くん